秋ナ、no. ンバーワン973年10月24日タイは日本の女子プロレスラー。プロレスラーになる前は沖縄にてダイビングインストラクターをしていた。1998年7月21日東京高楽園ホールにおいてタイ・吉田真理子戦でアルシオンからプロレスラーとしてデビュー。アルシオンライセンスナンバーは13。二千三年六月十二日。 アルシオンが活動停止。翌日、エタシーズに移籍。11月に、エタシーズを退団し、フリーに転校する。2004年、吉田マリコ、大向美智子、中西百獣と共に、エムズスタイルを結成。エムズスタイルは2006年10月8日の工業で解散した。2005年5月に、六本木で一緒にいた女性の腰を触った。 トンガ国籍の男性と当時ラグビー、日本代表の少年の逮捕に協力。秋野自身はプロのレスラーであることから手は出さず顔面パンチを浴び、全治2週間の顔面打撲をするも70メートルほど逃走して、クラブに逃げ込んだ男を引きずり出し、通報し、駆けつけた警察官に引き渡し男は逮捕された。なおこの出来事は、 東京スポーツの見出しに大きく掲載された。2007年、OZ アカデミーに、レギュラー参戦。2008年、OZ アカデミーにおいて、アジャコング、輝き悠々、松本博代とユニット、JJ21 を結成。2014年現在第14代 OZ アカデミー、無差別級王座チャンピオンとして活躍中。アキノミクスを推進して、OZ 所属選手との防衛戦は、 加藤その子以外とは一切行わなかった。また世田谷に新旧接骨院を開業した。開業後は様々なプロレス工業にリングドクターとしても参加している。10月9日、倉垣翼との防衛戦で敗北。5月17日、倉垣とリマッチを行いトルネード A で勝利。第二次アキノミクス推進を発表するも陥落。 2016年12月11日、同日で引退するダイナマイト、関西が引退セレモニーの最中に、OZ アカデミー入団を要求し秋野は承諾した。しかし、社長である尾崎が拒否しており、入団は保留となった2017年8月20日、プラム、マリコの20回帰工業となった、同日の OZ アカデミー、プラムの花咲く OZ の国2017にて、 OZ アカデミー入団が認められた。ありがとうございます。